はい、皆さんこんにちは、ファンダリングルビッシュです。今回プレイしていくのはですね、ディズニーマジックキャッスル2マイハッピーライフということで、続きをやっていきたいというふうに思っています。前回、ですね、チップとデールの探し物ということで、チップとデールがやっている家具屋さんの工房で使っている器具の歯車がですね、お化けたちによって持ち去られてしまったんではないかということで、そのお化け退治に行ってですね、見事チップとデールが探し求めていた歯車をゲットしたというのが前回になります。今回はですね、その続きということで、まずはチップとデールの家具屋さんに入っていくところから始めていきたいと思います。早速始めていきましょう。ここはチップとデールの家具屋さんですね。13個目のシールが必要ということで、すでに13個目のシール持ってますんで、入っていきたいというふうに思います。で、衣装はですね、今までドナルドダックの、パーフェクトコスチュームを着ていたんですが、前回ですね、デイジーのところで、ミッキーの三重士のパーフェクトコスチューム手に入れたので、それに着替えています。さあ、チップとデール、いらっしゃいませということで、僕たちの工房へようこそと。いうことですね。機械はすっかり治っているようですね。なんだい？僕たちの工房では家具を作ることができるんだよというのがデール。せっかく来たんだし何か作ってみない？これタダだったら全然やるんですけどね。またきっとペコスが必要なんだと思うんですが、ちょっと話を進めてみましょう。家具を作れば君の家に置くことができるんだよ。やったぜ。今何にもないですからね。家具を作ろうということで、下の画面に、出てますね。チップとデールの工房では家具を作ることができるよ。材料とペコスが必要と。デイジーの仕立て屋さんと同じですね。家具を使ったら、マイハウスに飾ることができますよ、ということなんですが、まずは何を作れるのか、ちょっと見てみますか。テーマセットから選ぶということで、ミッキーマウスだと、まずは、厚手の布1個持ってるんですけど、その厚手の布でミッキーのチェアが作れますね。厚手の布でこのカラフルなミッキーのチェアが作れるってすごいお得なんで作りましょう。いやー、単なるボロい厚手の布っぽく見えるんですけど、その布で、こんなかっこいいミッキーの、チェアが作れましたね。このミッキーのチェア2つぐらい欲しいけど、まあ、ちょっともこっちの他にも家具が作れるんじゃないかと思うんで、あーまだ作れないと。なるほどね。じゃあこの辺りは材料とかペコスを集めたらどんどん作っていきましょうか。仕立て屋さんのコスチュームと家具屋さんでテーブルとかも欲しいですよね。ミッキーなテーブルが増えているみたいですね。仕立て屋さんではシェフミッキーなコーデができていると。ほう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 。やった！新しいエピソードがオープンということで、グーフィーの家の鍵。これをゲットしたみたいです。じゃ、グーフィーの家行ってみようかな。その前に、今ちょっと出ちゃいましたけど、14個目のシールで何か解放できそうでしたね。何かというか、今言っていた、新たな、コスチュームだったり、家具だったりですね。新しいレシピが増えたので、まぁちょっとね、シェフミッキーのコスチュームとか、ミッキーなテーブルとかは、一旦後回しにしてですね、先に、グーフィーの家に行ってみましょう。グーフィーの家で、何が起きるんだろうか。じゃあちょっと早速ね、グーフィーの家の方向に向かっていきたいと思います。グーフィーの家は、上の方でしたかね。ん？っていう感じですね。大丈夫かい？どうしたのかねって話しかけられてるのに。左右をキョロキョロしてさも自分じゃないように
見せかけるってなかなか度胸が必要ですね。お、この16でカフェがあるけど、誰かがここでカフェ屋さんをやってるな、さては。で、グーフィーの家はというとですね、帽子のマークの家で、ミッキーの家の裏、ミニーちゃんの家の裏かな。ここですね。お、その前に何か実がなっている。実を回収しておきましょう。後々、必要な時に集め直すのは面倒ですからね。ある時に、気づいた時に回収していきましょう。ラジオがぶら下げてある。何もならないんだな、きっと今は。じゃあ、ミッキーの家、待って。グーフィーの家の何かを手に入れたはずなんだけど、何手に入れたんだっけ？星印が出ているのが、こっちの右の、こっちですね。迷った時にね、どこに行けばいいのかっていうのが、この下の画面のマップ上で示してくれるので、その点は、ありがたいですね。と、その前にあれかな？工房で新しい家具か、仕立て屋で新しい衣装を作ろうっていうのを先にきっとやんなきゃいけないんですね。すみません。じゃ、先に、そこをやっちゃいましょう。ここに来てるんで、どうしようかな。チップとデールの家具屋に戻って、今、椅子しかないんでテーブルを作りましょうか。次は20集めると新たなレシピができるみたいですね。僕たちに行ってね、ということで、この椅子を作りましょう。小さな丸太がないと。材料入手ガイドをチェックしましょう。キャッスルダンジョンのエピソード2で丸板。キャッスルダンジョンのエピソード1で、小さい丸太。これが必要だと。なるほど。ダンジョンをクリアしなきゃいけないんだな。ダンジョンクリアしなくていいかもしれないので、一応、仕立て屋さんの、見ときますか。デイジーの仕立て屋さん。さあ、シール、ここも14個目で封印を解いて、シェフミッキーなコスチュームを、なんとかゲットしたい。よーし、なんだ？うわー、厚手の布とピュアコットンの葉っぱが両方持ってないな。エピソード2、ピュアコットンの葉っぱはエピソード2かスクルージーおじさんのデパートで買えるのかもらえるのか。厚手の布はキャッスルダンジョンのエピソード1。じゃあ、しょうがない。諦めて、エピソード1と2両方クリアしないと集まらないわけですね。じゃあ、やりに行きましょうか。エピソード1はね、前回クリアしたと思うんで、まあそんなに難しくなかったのを覚えています。今回はエピソード2もやんなきゃいけなそうですね。はい。ミッキーなテーブルを作るために必要なものと、あと、シェフミッキーのも、コスチュームを作るのにも必要ですからね。まずは、チップとデールの探し物を一回やって、必要なアイテムを、ゲットした後、さらに続いて、エピソード2もやって、材料を集めていきましょうね。もうおそらくこの繰り返し作業が続くんだと思うんですが、歯車を探そう。まあ、前回やりましたからね、ここに関して言うと。さあ、えいえいと。まあ、ほぼ連打してれば終わりですね。プチベリーをもらったぞ。これも最終ステージに行かないときっと
まともなアイテムはもうもらえないんだろうな。何？一発じゃ死なない。よし、もうここはひたすら連打。一応宝箱もう一回開けてみよう。ミニトマト、まあもうろくなものが出てこないですね。2回目ともなると。1回目もこんなんだったかな。おお、寄ってきた寄ってきた。マジックポイントが足りないか。よし、クリアしたぞ。何かを手に入れたけど、何を手に入れたかがわからん。で、ここに宝箱がドスーンと出てくるはず。出てきたー。なんかいいもの出てこい。お、厚手の布を手に入れたぞ。よしよしよし、これでアイテムをゲットしたので、エピソード2もやっちゃいましょうね。続いてやるエピソード2はもう完全に初めてのショーになりますんで。あ、グーフィーの家の鍵を手に入れたんじゃなくて、グーフィーの家の鍵の手に入れるためのエピソードをプレイできるようになったっていうだけだったんですね。ちょっと早とちりしてしまったみたいです。で、グーフィー登場。やあ、パワちゃん。僕の家でお茶でもどう？って言いたいところだけど、実は今困ってるんだ。僕の家の鍵をなくしちゃってね。多分お城の周りに散歩している間にポケットの穴から落ちたんだと思うんだ。だから歩いたところを辿っていったんだけど、どこを探しても見つからないんだよ。僕の鍵一体どこに消えちゃったのかな？見つかるまで家に入れないから参ったよっていうことで、きっとお化けが持ってっちゃったんじゃないかという展開。その通りですね。じゃあ、お化けからグーフィーの家の鍵を取り返しに行ってあげますか。マックスは出てこないのかな、ちなみに。これ、アクションがね、ちょっと単純なんですよね。A ボタンを基本的に連射してれば終わってしまうという。さあ、ステージクリアボーナスで体力というかマジックポイントかなが回復しましたね。お、小さな丸太を1個手に入れたぞ。お、敵がいきなり近くにやられた。 A ボタンを長押しして離すと360度の茶砲チャージ攻撃魔法ができます。A ボタンを長押しして離すね。なるほど。今まさに敵が近くにいるんで、離しましょう。どうだ？わお！どりゃーということで、3回そのチャージ魔法攻撃をかましましたけど、これで、全部敵を倒せましたね。ダメージは受けてないんで、アイテム、星と赤い丸みたいなやつは取る必要がなさそうでしたけど、取っても何ももらえませんでしたね。R ボタンのマジカルターンを使うとお化けの攻撃を避けられると。なるほど。マジカルターン、これこそ、覚えたかった技だ。なんか強そうだな。
お、ステージクリアボーナスだ。やった。なんかいろいろもらえたぞ。最後はここにドッサーンと落ちてくるはずだ。それももらおう。お、いっぱいもらえた。よっしゃー。これでじゃあミッキーのテーブルでも作ってもらおうかな。手に入ったんだよな。ちょっと全部見てないけど、というか覚えてないんだけど。うひょ、もしかして僕の家の鍵見つかったの？そうだよ、見つけてきてあげたぞ。ふんふん。じゃあこれでグーフィーの家に遊びに行けるようになったのかな。もし、家に戻れなかったら畑にテントを張って暮らそうかと思ってたんだと。うん、それも楽しそうだよな。本当にありがとう、パワちゃん。せっかく家に入れるようになったんだし、ちょっと僕の家に寄っていかない？寄っていきましょう。なんかくれたりすんのかな。うよ、ようこそ僕の家へ。うーん、やっぱり自分の家はいいな。君のおかげでこうして家に入れたよ。よかったらこれからもいつでも遊びに来てね。合鍵とかは作ってないんですね、グーフィーは。きっとじゃあ息子マックスとかは出てこないのかな。まあいいや。で、材料入手が移動で、材料入手が移動、ああ、登録しなかったんだな、さっき。うかつだったな。見ただけで登録してないんですね。材料入手ガイドに登録しないといけなかったんですけど、登録してないんで、揃ったかどうかがわからない。けど、多分揃ってると思うんで、チップとデールの家具屋に直行しまーす。さあ、家具を作っておくれ。あ、作れますね。丸い板は1個しか持ってないのか。まあ、でも作っちゃいますか。これで、椅子とテーブルが揃いましたね。テーブル、椅子もう一個欲しいなぁ。けど、まあ、いいか。お、シールゲットしたぞ。15個目のシールをゲット。新しいエピソードがオープン。王様の魔法の鍋。なんだこれ。あー、キャッスルダンジョンのエピソード3をクリアしなきゃいけないんだな。そしたら、ちょっと短いんですが、前回ね、チップとデールの探し物の、エピソード1をクリアして、今回エピソード2のグーフィーの家の鍵をクリアしたので、一旦ここで終了してですね、次回はエピソード3をプレイしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。